どうも、どん底です。今回はですね、プロパンガス配送、始めたばっかりの方の、質問に答えますっていう感じですかね。仕事のやり方とか、この業界についてとか、もし質問いただけたら、私の知ってる限りの知識の中でお答えできるものはお答えしますので、よかったら、質問してみてくださいっていう感じですかね。で、今ちょっとインディードで LP ガス配送で検索かけたんですけど、やっぱこんな感じなのかな。これで言うと、この配送及び関連業務っていうのは、あまりおすすめしません、私は。でましてやこれ18万から30万ってだいぶ差がありますよね。こういうのはどうかな。で、その下の、これ正社員で、これ充填か。充填で24万円か、正社員で。そっか。この辺は、体力的なものを、の基準値でそこそこ力仕事が平気だよっていう人だったら、充填バーの仕事っていうのは、他の仕事に比べたらいいかもしれないですね。実労働時間は多分そんな長くないと思いますね、実労働でいうと。相当暇な時間ってあるんですよ、充填場っていうのは。と思いますね。これなんかどうなんだろうな。 LP ガス配送したセンター配送っておそらく通常の配送だと思います。正社員で34万円。これは固定給なのかな。ちょっと見てみますね。やっぱそうですね。この月給さ、これが、普通の一般的な運送会社の求人とか、給料のあれと違うところで、月給34万円ってこれ相当アバウトな金額だと思うんですよ。で、通常の運送会社だともうこの金額が全てじゃないですか。いくらからいくらでも、ほぼ下の方ですよね。で、これがプロパンのちょっと配送の違うところで、これは完全にお、そらくアバウトな数字であって、で結局歩合っていうか能力給なんですよ。どんだけできるか、仕事配送が数ですね、要は。でこの繁忙期でも18時頃には退社可能っていうのは合ってると思います、ほぼ。でこれが例えばここまで年収例とかで高い数字を上げてないところであれば、おそらく繁忙期でもこんなに遅くまで仕事することないと思います。入社5年目で月給46万プラス賞与。おそらくプロパンの配送って、ほぼ3トン車かな、
3トン車なんですけど、まあショートですよ。だから 2トンの一番ちっちゃいやつと同じなんで、でその2トン車で、おそらくこの年収を稼げる運送業ってなかなかないと思いますよ。うん、そう、まあいろんな過去の動画でも話してますけど、まあこの辺にあるところですね。夏は配達数が少ないので社員にとっては自分の時間を取りやすい時期。うん、そうですね。だからこの仕事をやるには、まあ冬はほぼ仕事オンリーだと思って、で夏は逆に遊びというか、もしくはある学生のアルバイト並みの感じって思っていただいて間違いないのかなと思いますね。時間縛りがない会社だったら、あ、出てますね。6時半記者転校。まあこんなもんでしょうね。6時半出社、3時退社。こんなもんですね。で稼ぎたいと思って仕事量を持つと、冬場はまあこれはないかな。こっから3時間、フルにやりますね。まあこんな感じかな。ここも出てますけど、これは業務委託ってなってるから、おそらく持ち込みだと思います。個人事業主ですね。でこれがどうかっていうと、正直言うと、一昔前だったらこれでもよかったんと思います。これはもう個人的意見です。で逆に言ったら、一昔前だったらこの金額ですけど1000万多分言ってたと思います。で持ち込みで年収これでは、正直どうなのかなと。私も実は持ち込みというか個人事業主で、自分でまあトラックまでは用意してないんですけど、要はその荷主さんに、から、トラックを借りて、そのレンタル料を払いながら個人事業主として、まあ軽配送とかみたいなもんですよ、軽貨物か。でやってた時あるんですけど、そこに転職する時の、最低条件というか条件が、売上1000万以上っていうのが最低の条件だったんで、で下手したら、あとは要は確定申告ですよね。確定申告も、昔だったら、昔は相当アバウトで通ってたので、いやだから年収イコールほぼ手取りみたいなこともできたんでよかったんですけど、多分今厳しくなってきてると思うんですよね、個人事業主の確定申告も。って考えると、保証とか、福利厚生とかいろんなトータルで考え、まあ年金とかです、年金とかもですよね、トータルで考えたら、あんまりおすすめしないですね。
持ち込みの配送っていうのは、ですね。でも ここあれですね、おそらくこんなにかかんないと思う、換算機8時2時9時15時、そんなにかからないと思うんだけどな。でも嘘ついて、嘘っていうか、なんて言うんだろう、珍しいな、求人で逆に多めに、正直なのと多めに書いてるっていうのは。繁忙期が7時5時8時6時ここはちょっとどうかなと。繁忙期はおそらく7時8時はないと思うんだよな、出社が。そんな感じですかね。あとは、おそらくこの辺は多分楽なとこですね、仕事の中身がですね。ですね。勤務時間7時半15時半、7時半16時か。おそらく多分そんなに仕事量を持たせないと思いますね。この辺は。ただね、これどこだ、宿直って入ってますね。この宿直が、日給どのくらいもらえるのかですね。ほぼ意味ないんだったら、これはアウトですね。そんな感じですね。だから、もしこれからプロパンガスの配送をやってみたいとか始めましたっていう方の、質問とかもしいただけたら、私が答えられるものは答えますので、よろしくお願いします。ではどうも。